ありがたく御礼申し上げます、どうぞ一つこのおしまいまでごゆっくりお付き合いを願いたいと思います。近頃はまた大変にね、世の中は物がたくなったもんですから、落語を聞くのにも随分この一生懸命真剣に聞く方が増えまして、ね、こちらからお客席見てるってえと、もうなんか我々を睨むようにしてこんなになって聞いてますな、これなんか他に意味があるぞ、これは気をつけろ。ああこの話のテーマは何だろうなんてんでね、テーマも何にもないんですけれども、どうぞ一つそんなおつもり様でおしまいまでごゆっくり、もうなんかあんまり余計なことを考えない方がいいですね。ぼんやりと頭を休めていただいて、それで表へ出てパッと元通りになる。中には表へ出てまだそのまんまの人がいたりなんかして、そういうことのないようにご注意を願っておきますが、世の中が良かった自分にはどこの町内にも一人や二人、必ずこの世の中ついでに生きているなんというようなね、ぼんやりした人が必ずいたそうですね。でおかみさんの方が大変にしっかりしておりまして、ちょいとどうしたんだよお前さん、今自分帰ってきちゃって、商売に行かないのかい。商売行ったんだよ俺ら、行ったんだけどなんだか知らねえけど、途中でね俺心持ちが悪くなっちゃったから、なんか俺は病に体を侵されてんじゃねえかなと思ってね、よく考えたらそうじゃねえんだよ。俺今朝飯食わねえで出てっちゃったろ、腹がペコペコでもって気持ち悪くなっちゃったんだな。だからまあこういうことはうちに帰ってきて飯食いは治ると思ってね、俺急いで帰ってきたんだよ。おまんま食わしてくれ、ご飯なんてあらしないよ。で炊いたらいいじゃねえか、お米がないんだよ。で買ったらいいだろ、お金がないの。なんだおい、冗談じゃねえのおい、何にもねえのかよおい。俺うちに帰ってくれば飯食えると思って一生懸命帰ってきたんだ。ほらおめえおまんま泣くことはないじゃないか、おまちゃんが遊んでばかりいるからそういうことになるんだよ。明日から一生懸命働くかい、明日から一生懸命働くから、もうまくしてくれ。だらしやないね本当に。その代わりね、いいかい、私の言うことを聞くんだよ、ね、お迎えの山田さんとこ行って50銭借りてきな、お迎えの山田さんで50銭借りてくんの。お迎えの山田さんで50銭、ダメ貸さない、あんなに貸さないうちはないよ。この間も俺が1000貸してくれたら1000もねってんで、これだけのうちでもって1000もねえわけねえんだから、がま口見せろったら交番来いって連れてかれちゃった。当たり前だよ、私がそういったところ貸してくれるから、おめえがっての。まあそう分かった、行ってみるよ、うまくいくかな。こっちは、はいはい、おや、まあ珍しいじゃないか、どうしたんだい今日は、商売、休み、ああそう、ああゆっくりしてきな、まあこっち上がって、私はお前さん好きなんだよ、ああ人間がね、純真というか無垢というかな、お前さんと話をしているってえと気持ちがね、本当にこうスッとしてくるよ、心が現れるってやつだな、なんかどうしたい、ぼじぼじして、なんか妖怪、実はね、お願いがあって伺ったんですよ。ああそうかい、なんだい、お金をね、ないよ、これは早いな、50銭貸してもらいたいん。50銭50銭なんて見たことはねえよ、おりゃ貸してやるんだけどな、ないものは貸せねえんだ。いや私が借りんじゃないんですよ、うちの香川が借りてこいってん。あおみっちゃん知ってんの。あそう、50銭出してやんな、50銭でいいか、それとも1円持ってっか、ん2円も貸そうか、面白くねえよ。おらなんで俺だと貸さないで、うちの香川だと貸すってやら、てめえうちの香川だと怪しいな。何を言ってんだよ、お前さんに貸したって取る当てがないだろうね、おみっちゃんだろ、ちゃんと返してくれるから貸してやるんだよな。おめえだっつ言ったらね、すぐに貸してくれた。そうだよ、それが信用というもんなんだよ。これで何か米買うのか、お米買うんじゃないよ、魚屋行って魚買ってきなさい。おい言うせよ、俺は猫じゃねえんだよ、俺腹が減っちゃってんだから、俺はおめえおまんま、また始まったね。いいんだよ、その代わりいいかい、切り身なんて買ってきちゃいけませんよ、お頭付きを買ってくるんだよ。なんでそのお頭付きってなんと、ね、大人のくせに何も知らないんだから、頭のある魚のことをお頭付きってんだよ、英語だな、英語じゃないよ、早く言っといて言ってくれよ。驚いたな本当に、うちの家がいろんなこと知ってやんだからな、お頭付きたら気がつかなかった。どうもな、親方、頭のある魚をもらいてんだけどね、相変わらず変わったこと言ってやるな。お頭付きか、
もうちょいで早く来るって言うといろんなものあったんだけどもな、今自分の時でみんな売れちゃって、うん、残ってるのはここにあるこれぐらいのもんだな。これなんだね、ずいぶん赤くて大きいね。ああ、こういうのはめったに取れねえぞ。これ何かい、金魚の取り締まり。おめえいくつなんだよ、子供だって知っとるよ。おめえこいつは手だよ。あ、これがタイか、うまそうだな。ほらんめえや、うん、これいくら、これか、これ5円だ。5円、5円、5円、これ曲がんないかね、いくらに。50銭に曲がんないかね。50銭引くのか。うん、他引いて50銭にすんの。おめえなんか熱があるしねえか。おい、しっかりしろよ。5円のものがただの50銭に曲がるわけねえじゃねえか。曲がるわけねえじゃねえかって、曲げてくれたっていいじゃねえか。どうせこんなものあの海でただつかめんだろ。あの海はおめえが掘ったのか。バカなこと言うなよ。海を掘るやつはねえや。これだけのものを取るにはな、漁師が苦労してるからそういうことになるんだよな。あ、まあ何でもいいよ。いくら持ってんの。50銭、50銭、50銭でしょうがねえ。何にもあるしねえやね。おう、待ちな、こいな、アワビが3杯残ったら、一杯20銭で3杯60銭だ。俺はおめえ好きだから、10銭負けてやっからこれ持ってきな。10銭負けてもらってね、これ買ってきちゃった。やだね、あれほど言ったじゃないか、お頭つきって。そうなんだよ、ところがね、何にもねえんだよ。タイが残ってるんだよ。うん、タイいくらだって聞いたら5円でね、とても50銭には曲がるねってんだ。しょうがねえからね、これ買ってきちゃったんだ。本当だよ、今とにかくあの魚屋の持ってね、頭のあんのはタイと魚屋の親父だけね。魚屋の親父買ってきてもしょうがねえし、何を言ってんだよ。でもしょうがない、それでもいいよ。これ何か焼いて食うの、煮て食べんの。食べるんじゃないよ、親さんとこに持ってくの。よせよ、おい、人のうちでもってお箸を借りてだよ、わざわざこれを借りてまたそれよそのうちに持ってっちゃうって。じゃあ俺は一体どうなんの。俺腹が減ってんだよ。ほらおめえ、おまんままた始まったね。いいんだよ、私の言うことを聞いたらご飯が食べられるようになるんだからね。実のことを言うってえとね、今度はあの大家さんのところにお嫁さんが来んだよ、若旦那のところにね。それをお前さんがお祝いにおめでとうございますってんで持ってくだろ。そうすると向こうで持ったら、どうもご苦労さん、ありがとうよってんで1円お返しをくださるから。そしたらお迎えの山田さんに50銭返して、残りの50銭でお米買って食べんだよ。ああ、そうか、なるほど、ねえこと考えたら、よし、じゃあ行ってくれ。こういうことは難しいんだよ。ね、向こう行ったらちゃんと丁寧に挨拶をしなくちゃいけないよ。ね、こんにちは、結構なお天気でございます。承りますれば、お宅様の若旦那様にお嫁御様がおいでになるそうで、おめでとう存じます。いずれ長屋から繋ぎが参りますが、これはその他でございますとかって出すんだよ。それ誰が言うの。お前さんが言うんだよ。何日間ぐらいかかって、何日間かかってどうすんだよ。いっぺんに言うの。いっぺんに、んダメ、言えない。なこと俺いっぺんに言ったらひっくり返っちゃう。大丈夫だよ、言えるよ。でも長いこと覚えられない。覚えられないことないよ、私はちゃんとね、教えてやるから。いいかい、ちゃんとお辞儀してやるんだよ。こんにちは、結構なお天気でございますってのが始まりなんだからね。さあやってごらん。うん、やだな、こんなことしなきゃなんねえんだから、飯食うのにね。分かって、こうやってお辞儀して、で、なんて言うんだっけ。こんにちは、結構なお天気でございます。何、今言ったばかりじゃないか、じれったいね、この下。こんにちは、結構なお天気でございますと、こんにちは、結構なお天気でございますと、とはいいんだよ。だって、とがねえと寒いよ。何を言ってんだよ。言っとかな、こんにちは、結構なお天気でございます。受けたまわりますれば、受けたまわりますれば、受け取りもらいますれば。どうして受け取りもらうんだよ。受けたまわりますれば、ちょっと待ってくれ、怒っちゃいけないよ。そんな難しい言葉があるんだったら、こんな国に生まれるんじゃなかったよ、本当に。今言うからちょっと待ってくれ。受けたかって帰ろだよ、それじゃ。受けたまわりますれば、もう今言うよ、待ってくれよ。受けたかったおかぐらだね、まるで。ああ、もう不器用な人だね。落ち着いて言ってごらん、落ち着いて。ちょっと待ってくれ。受けたが回りますれば、なんだか変だね。まあそれでもいいよ。お宅様の若旦那様に、お宅様の若旦那じゃないよ。若旦那様に、お嫁御様がおいでになるそうで、なんか口入ってんのかい。入ってやしねえや、腹が減ってるくらいだから。でもっとはっきり言ってごらんよ。お嫁御様がおいでになるそうで、お嫁御様がおいでになるそうで、おめでとう存じます。おめでとう存じます。いずれ長屋から津波が参りますが、津波じゃないよ。つなぎ、みんなでお金を出し合ってね、持ってくのをつなぎてんだよ。ね、これはその他でございますって出すから、いくらご返しをくださんだから、いいかい、しっかりやってこないってと、おまんま倒させないよ。ほんと、分かったよ。もう、飯食うのにこの騒ぎだから情けねえよ、ほんとにな。また俺、このうちは嫌いなんだよ。人の顔さえ見りゃ、タナチンよこせ、タナチンよこせって、こんなにタナチン欲しがる親も珍しいよ、ほんとにな。どっかおかしいんじゃねえかな、ほんとにな。こんにちは。こんにちは。誰
歳からさ、こう垂れたような声出してんな。おや、珍しい人が来たじゃないか。おう、こっちはあり。どうも。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。いつまでやってんだい。なんだい。こんにちは。結構なお天気でございます。ああ、いい天気だな。明日も結構なお天気でございます。まあ、この分なら持つだろうな。来月は分かりません。それは分かんないよ。なんだい。受け玉川の方へ行きますか。いや、私は行かないよ。私も行かないんですよ。なんだい。何しに来たの。ちょっと待ってください。ここのところ一番難しいところですから、しばらくお時間を頂戴して。受け卵は私はどっちかっていうと硬い方が好きなんですよ。しばらく食べてないん、食べてーなー。なんだい。何。いや、あのね、受けたが回りますればって言うんですよ。なんだい、その受けたってな。私もよく知らないんですがね、なんかあるらしいんですよ、受けたってのが。でこの受けたってのがね、よく回るらしいんですね。もうぐるぐる回るんですって。で受けたが回るから、受けた回りますれば、あ、これだ。なんだよ、何を受けた回ったね。お宅様の若旦那様に、およんじれったいね、この下。うちのせがれに嫁が来るっていうのが、そうなんですよ。それからなんていうの、お前さんがやるんだよ。あ、そう。おめでとう存じます。いや、ありがとう。いずれ長屋から津波が、なんだい、地震が、危ねえな、なんか来ますけど、これはその他なんだ。すいません、1円くださいな。お前さんがうちのせがれに祝ってくれる、嬉しいね。何を持ってきてくれたんだ。おや、なんだい、これはアワビだね。アワビなんです。これ何かよ、お前さんの一条件で持ってきたのかい、それともおみんちゃん知ってんのかい。それはうちのかみさんよく知ってますよ。うちのかみさんが考えたんですから。実は前の山田さんで50銭借りましてね、でそれ買ったんですよ。でこちらに持ってきて、おめでとうございますって出してた、あなたがどうもご苦労さん、ありがとうよってんで一円お返しくださるでしょ。そしたらお迎えに山田さんに50銭返して、残りの50銭でお米買って食べるんですよ。浮気じゃ言えませんけどね。お前さんは長生きをするな。もう胃が丈夫ですからね。何を言っても感じねえや、この人。お前さんの一両券で持ってきたんなら、私喜んで受け取っとくよ。ねえ、おみっちゃんが知ってるんじゃ受け取れないな。何でったってそうだろ。失礼ながら、お前さんのうちはおかみさんで持ってる。何でも知っている人が、何だい、このアワビというのは。磯のアワビの片思いといってな、本来の時には縁起を担いで嫌がるもんだな。こんなもの持ってこられちゃ困る。持って帰んな。持って帰んなって、それじゃあ私も困っちゃうね。じゃあ、1円だけでもいただいて、ずるしいこと言うんじゃねえ。持って帰れ。言わっちゃったな、おい。また飯は食えなくなっちゃった、どうな。おう、準備は。どこ行くの。あ、トロ、大変だよ。ほら、飯は食えなくなっちゃった。体の具合でも悪いのか。丈夫すぎて、なんだ、話は分からねえな。どうしたんだい。なるほど。おめんとこの香川の歓迎そうなこったな。で、そいつ買って持ってったのか。そしたら、大家が、そんなこと抜かしやがったのか。何を言うんだい。普段から田中の面倒一つ見るわけじゃねえのにな。言いたいことを言いやがって。そうか。俺もあの親に面白くねえことあるんだよな。俺おめえの後押ししてやるじゃねえか。てめえそれ持って、もう一回言ってこい。ダメで。突っかえされちゃいいんだよ。あんなところ行ったらペコペコするんじゃねえぞ。噛まねえから足でもって一緒やるか。チャーッと腰を上げてへるで。この間足でやってひっくり返っちゃったんだろ、知らねえな。テレもいいよ。テレもいいから一緒やるか入ってってな。おう。てめえんところのガキに嫁が来るそうだな。こいつをやってやるってんで、ポーンとっぽり出してみろ。向こうでもってこんなまた縁起の悪いもの持ってきたんだったら、何が縁起悪いんだい。おめえんところじゃ、こんでだからってんで、方々から祝いもんが来ら、その祝いもんにはのしてえものがついてるんだ。そいつをいちいち引っぺがしてケースのかって、こう聞いてみろ。のしてえものはめでたいもんですから、いただいておきますよ。なんか言ったら、かまねえから、そこで持ってな、てめえ、へでもなんでも引っ掛けてやれ。へなんぞ出ねえ、何も食ってねえから、何をやんねえ。そこでもっとおめえがのしの根本を聞かせるんだ。なあ、アワビってのは、週とばると思って雨が取るんだい。雨ったって色の白いな、それほどな。本当の雨ってのは、潮風に吹かれてるから色が真っ黒だ。その雨が海に飛び込んで取ったアワビを、ゴケで行けず、ヤモメで行けず、仲のいい夫婦が一晩かからなくっちゃのしにならねえんだい。その根本のアワビを何だって受け取るんだってんで、タンタンと単価切っといて、一円じゃ安いよ。買わねえから声もらってこい。値がなんだ。そうだよ。そこでもって買わねえからくるっとケツまくれ。ケツまくれねえんだ。サルバト履いてねえから何をやんねえ。早く行ってこい。行ってくるとは、ね、さあ。こんなこと血だもんだ、あんたに。やい、この野郎、また来ようと。なんだ、なんだとは、なんだ、なんだい、なんだっけ、忘れてやろう。
あ、そうだ。てめんところの、あの、嫁にガキが来ら、あべこべだ。あ、そうだ。あべこべが来ら、これ祝ってやら。またこんな縁起の悪いものを持ってきやったな。何が縁起悪いんだい。おめんとこじゃいろんなものが、来ら。それにはのしがついてんだ。そいつをいちいちひっぺがしてけえすのか。バカなことを言うのはめでたいもんだ。ありがたく頂戴しとか、この野郎ありがたく頂戴しとか、なんて俺が腹が減ってるから安心して、そんなこと言ってや。もし俺が腹が張ったら、てめえなんざ、ここで真っ黄色になって、七点抜刀の苦しんだ。何をわけのわかんねえこと言ってんだい。え？てめえは何を知るまい。なんだっけ、あの、そうだ、あれだ、あの、ほら、あの、アワビのポンポンだ。なものは知らねえや。な、アワビっていうのは、あの、刺繍ずっと裏の方で取れんだ。ね、刺繍取れるんだぞ、本当に。な、うん。で、あ、余ったって色の白いのと黒いのがいるが、おめえはどっちがいい。何がいいやんねえ。その雨がドボンと海に飛び込むってえと、ヤモメになっちゃうんだ。ヤモメだと嫌だなと思うと、向こうの方からゴケが来て、あら、そこにいんなヤモメさんじゃないの。あら、まあ、誰だと思ったら、ゴケさんね、まあ、私たち一緒になるとヤモメゴケね、なんてなこと言ってな、うん、何言ってんだかよくわかんねえだろ、この野郎。言ってる俺だってわかんねえんだ。一円じゃ安いから声よこせ。本当はこれ持ってくるっとケツまくるとこだが、事情があってまくれねえや。アビナシでございます。うなーかーい。